阪急600系電車。阪急600系電車は、2 6 0 0型電車は、阪神急行電鉄が1926年に導入し、京阪神急行電鉄を経て、阪急電鉄に在籍した通勤型電車である。阪急発の大型、全構成車両として、当初は600系並びに800型という形式名で1926年。 および1928年に18両が製造された。二の割間電気軌道は1917年2月4日に社名を阪神急行電鉄と変更。1920年7月16日に阪神間連絡路線として神戸線が開業した。神戸線開通当時は梅田駅13駅間で宝塚線と併用軌道区間を含む線路を共有しており、 阪神間の所要時間も当初の60分からスピードアップで40分運転まで短縮されたものの大阪市内の路面区間が輸送力増強の障害となっていたこの解決策として同区間の併用軌道の解消と高架複副線化による神戸宝塚両線の分離運転が計画された神戸専用の新淀川橋梁は1924年6月12日に 大阪市内の高架副々線化は1926年7月5日に完成した。これにより神戸線に大型車の投入が可能となり、半構成車の500.700型都市作前、構成車の510をベースに、日本初の大型、全構成車両として600系が登場した。高架線の完成と600系の導入により、梅田神戸間の所要時間は35分に、 短縮された。形式は、制御電動車 MC が600系、制御車 TC が800系である。川崎造船所、現、川崎重工業兵庫工場で1926年6月に、600から609の重量両、800から806の17両、1928年1月には510、1926年10月14日の13駅での、 衝突事故により解体の代替車として807の一両が製造された。807の車歴標上の製造年月は510と同じ1925年11月である。基本的なスタイルは先に登場した500.700型や515を継承しているが、510で採用された上昇窓は再び一大加工窓に戻された。また、 本形式ではそれまでの車両にあった、車体各部の金の縁取りが廃止されている。車体は本形式から全長約17メートル、車体幅約2.74メートルに拡大された。台枠は500.700系のトラス棒に変わり、漁服型台枠を採用している。車体構造は500.700系の浅い丸屋根から一転して深い丸屋根となり、 側板は500.700系同様リベットの多い車体となった。600系の車体重量が約2 8トンと500系の23.1トンに比べると5トン近く増加している。両運転台車であるが800型には当初運転台機器が取り付けられていなかったほか、両形式とも窓枠上部に R が取り付けられている。前面は 中央貫通扉付けの三枚窓で、運転台窓上の行き先表示幕は、寸法が拡大されているほか、貫通扉下の台枠には、アンチクライマーを取り付けたが、平用軌道区間を走行することがなくなったことから、当初からフェンダーは取り付けられなかった。屋根上にはお椀型ベンチレーターを搭載したほか、600系の大阪側にはパンタグラフを搭載した。しかし、 600系の登場当初には、神戸側にトロリーポールを搭載して、パンタグラフとトロリーポール双方を搭載した写真が残されている。車内の見つけは、座席はロングシートで H ポールで仕切られただけの運転台部分と白く塗られたスタンションポールシャンデリア調の室内灯は、従来の車両と同じである。本形式を特徴付ける深い丸屋根にリベットの多い車体と、 漁服式大枠といった、車体構造は、川崎造船所において製造された私鉄向けの初期の、全構成車両の一大特徴となり、この後、全国各地で、川造形と呼ばれる同系車が登場した。主電動機は600型に、ゼネラルエレクトリック車製 GE-240、AA を4機、制御機は同じく GE 製の電空化無軸式、自動加速制御機である。 PC-12 ブレーキも、やはり G 製の J3 同弁による AVR 互換式自動空気ブレーキをそれぞれ搭載し、台車は、汽車製造会社による、ボールドウィンイ型台車のデッドコピー品である K15 を装着した。本形式は登場直後の試運転で、大阪市内の高架複伏線に入線、中間に800型を組み込んだ3両編成を2本。 連結した6両編成で路盤型がために使用された。7月5日の福々線開業後は、神戸線の主力として中間に800型を組み込んだ3両編成を組んで運用されたほか、本形式投入で余剰となった51系のうち51から62の全面5枚窓車のグループを宝塚線転出させた。 1928年3月には608-807-609の三両を使用して特急運転を想定した試運転を実施、阪神間を西宮北口駅のみ停車した運行と13、塚口の両駅を追加して三駅停車した運行の2種類で行われた。1928年11月には全車に日本初のドアエンジンが装備され、車掌の業務が 大幅に改善された。同時に608806609の3両で半球発の固定式、クロスシートが設けられた。関西では1927年に、京阪電気鉄道が1550型でに扉、転換クロスシートを、後に半球になる新京阪鉄道が P-6 でに扉固定クロスシートを採用している。 クロスシート改造は2両編成運転も想定して807も対象となっていたが改造の過程で対象外となった。600系は重量の割に主電動機出力が小さく特急運転開始後の1930年12月に全編成を MTM の3両編成とした。これにより余剰となった800系の三両を900型と同一性能で伝送。 特急運用を可能とした。改造車は、クロスシート車806を除く804.805-807の3両で、6 9 0系6 9 0から692に改板された。性能は、低格出力 150kW、750V の主、電動機に機搭載となった。1932年9月には800系の残る、全車が伝送され、690型が、 元の車番に復旧された。600K は600型と800型で別性能となり、独立して運用されることになる。クロスシート車も608.609と806に分かれ、ロングシート車と連結運用された。1934年5月、当初改造の3両を除く800から803.806の5両が、再び制御車に戻り、捻出された。 主電動機は9 0 0系9 0 0から904の出力増強用、制御機器や台車は同年製造の9 2 0系1次車に転用された。電動車として残った3両は改版されていない。付随車化した8 0 0系、800から803.806は9 0 0系、900から904との MCTC の2両編成を蘇生し、9 0 0系の2、 扉クロスシート車と800系の3扉ロングウート車、806はクロスシート車の編成で特急に充当された。1941年の太平洋戦争勃発に伴う戦時輸送力増強のため、1942年3月に608.609の2両のクロスシートがロングシートに戻され、900型と組んでいた806もロングシート化された。その後、 920系の増備により600系の神戸線運用は減少し、今津線で1型や90系の伝送解除者と2連を組んだ。1944年4月、800型は650型に形式変更された。800から803.806は650から654に、804.805、807 80が655から657。 に改版され、650から654が制御車、655から657が電動車となった。この655から657の三両は戦後、占領期の一時期、神戸線、今津線での連合軍専用車に指定されていた。戦争末期の西宮空襲では656が被災したが、戦後1946年には復旧している。 このほか、609が、戦時中、カスガの同駅構内で972と、衝突事故を起こしてしまい、戦時中から、戦後しばらくの間長期急車となり、西宮車庫の一軍に留置されて、使用機器は他の車両に提供されていた。1948年6月、600から604の5両が、主電動機出力を1 7 0ット4に強化。 台車も550系用に手配したとされる、住友金属工業製 KS-33 に、換装された。同時に605から609の電装を解除して、MCTC の二両固定編成を組むこととなった。電装解除で捻出された、電装品は550型に流用されている。運用も600系二両編成による、神戸線運用が復活したほか、650、 軽制御車グループは900系及び連合軍専用車指定を解除された電動車グループの655から657の中間車として655から657は前日の650軽制御車を組み込んだ3両編成の他中間に電装解除された96型を組み込んだ3両編成で運用され 時には920系の造血者として先頭に立つ姿も見られた。1949年12月、阪神国道駅今津駅間でブレーキ故障を起こした603から608の2連が操作ミスから勾配区間を転動してしまい、今津駅構内の車止めを突破して、当時線路がつながっていた阪神本線突入、隣駅の九十川駅のホームにすれて停車する事故を、 起こした詳細は日本の鉄道事故阪急今津線暴走事故を参照。復旧時は後続の920系二両編成を連結、牽引させて阪急線内に戻した。1951年3月より何和後期において車体更新工事が開始された。広幅間通路を設けた MCTC の二両固定編成と なり、運転台部分に乗務員扉を追設、ウィンドシルもそれまでの2段から、平たいとなった。性能面でも、台車と、主電動機について、600から604の KS-33 と、SE-151 を900系の L-17 と、SE-140 に振り替え、654も、同じ伝送品で伝送するとともに、 655から657についてはモーターが2機搭載から4機搭載となり、電動車は全車1 5 0ット級電動機4機搭載と性能が統一され、電動車、制御車とも9両ずつの同数となった。1952年10月、宝塚線規格工場工事の進捗に伴い、600系の宝塚線運用が開始された。 1953年4月には、車両番号の整理が行われ、電動車は600系、制御車は650型となり、同一形式内の電動車、制御車の混在が解消された。番号の変遷については、以下の通り。なお、標中の字色については、1944年開番時はオレンジ色で、製造時は黄緑色で表示している。 1957年7月、1200系製造に伴う台車、主電動機の転用を行うこととなった。600系600から608は台車を920系に、教室550系の流用品に換装した。主電動機は1200系に教室し、300型より流用の8 2ット4機となった。 650K650 650から568も8 2ット2機で電動車化され、全車両が電動車となった。6 0 0系は全車宝塚線に集結した。宝塚線4両編成の6両編成化と今津線の4両編成運用に際し、一部先頭車の運転台撤去が行われた。 1963年10月に601.650604.653 60の4両、12月に607.656の2両の、計6両の運転台が撤去れて4両固定編成となり、2両で残った編成を、宝塚側に増結して6両編成を蘇生した。この時の編成は、以下の通り。この頃になると、宝塚線向けの1100系や2100.2021、 軽の増備が進み、神戸線への2000系の増備に伴って920系の宝塚線への転入が進められたことから、本形式も急行をはじめとした、優等列車運用をこれらの形式に譲り、普通運用を中心に充当されることとなった。新方線の河川電圧 1500V への昇圧は、神戸線が1967年10月8日、 宝塚線が1969年8月24日に実施された。600型も昇圧対応工事の対象者となり、1967年11月に600から605と650から655が、1969年2月に606から608と656から658が改造された。伝送品は、 申請で610系改造用と同一品を使用、主電動機は9 0ット4機となり、650、型は再び制御車に戻った。発行時に先立つ1966年に606、及び6 3 6の6両編成2本が、今津線に転出、605と652の運転台が撤去された。最後まで、宝塚線に残った666も、 昭圧対応工事後に転出、前車西宮車庫に集結した。昭圧後は主に、今津線で使用されたが、600型は乗務員室が狭く環境が良くないため、伊丹線などでは610系の中間車としての使用が多くなった。登場から50年近くが経過する1970年代に入ると、5100系や2200系の増備に伴って、 次第に旧車となる車両が発生した。1974年12月から廃車が始まり、1975年9月までに全廃となった。伝送品の一部は、乗せ電鉄へ上とされた610系636から640の伝送に活用されている。廃車後、602が、川崎重工業の要望により、同社の兵庫工場で保存されていた。 川崎重工業より2010年12月27日に阪急電鉄へ譲とされ、小尺工場へ搬入の後2011年1月より整備を開始し、4月末に登場時の姿への復元作業を完了した。600の貫通扉が宝塚ファミリーランド電車館で保存されていた。現在は小尺工場内の阪急ミュージアムで引き続き保存されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。